Good morning, everybody. How are you? I'm every day fucking great. 本日もお届けしますは、放送禁止芸人の傷だらけの堕胎師こと風天の秀次がお送りいたします。前向きなしでいきます。11月22日、金曜日。令和元年11月22日、金曜日。本日残念ながら茨城は雨でございます。本日何を言いたいか、まあ、消費税ってうるさいんですけど、消費税です。消費税につきまして、三十何年前に消費税、経団連が騒ぎ始まりました。当時の、消費税の、何のために始まったか。これね、皆さん思い出してほしいんですよ。三十何年前。1986年の9月、経団連がこういうことです。直間比率の是正、覚え出してください。これ言ってませんでした？直間比率の是正、言ってませんでした。直間比率の是正、言ってませんでした。言ってましたよね。直間比率の是正って言っても、これなんだかって、思い出してください、皆さん。直間比率の是正、これは、所得税の最高税率を下げることと、法人税を下げること。最初から、法人税を下げる目的で始まったんですよ！思い出してください。社会保障費とか、財政、立て直すためにとか、最近言い出したんです。最近取ってつけたように言い訳を言い出したんです。それを思い出してください。直間比率の是正、これ、この言葉、だいぶ聞いたはずですよ、30何年前に。これだいぶ言ってました。僕の頭の中には残ってます。なぜか、執念深いから覚えてんだ、この野郎。自民党嘘つくなよ。直間比率の是正って始まったろ、最初。ね、竹下さんの元で。俺、ここで美容室やってたの覚えてんだよ。消費税やるっつって。はぁってなったんだよ。その時に、消費税どうしますかってスタッフと相談になった。で、俺は言ったんだよ。このまま上げていくぞ、こいつらと。だから最初から取った方がいいぞってことで、私たちは外事やお客様に大変失礼でしたが、取らせていただきます。その代わり3年間。その消費税は懐に入れることができました。そういうことで始まったんです、この消費税っていうのは。消費者にすごい大反対されて、もう誰もね、消費税やりますってめたくそに選挙負けたんですよ。自民党、あ、もうダメだ。もうこれ、消費税のことは言っちゃダメだって思ってたの。ところがなぜか消費税が始まった。これは、中田敦彦の消費税の YouTube 大学でゆっくり見てください。僕3分間しかやりません。だから他で優秀な YouTuber います。それをご紹介します。必ず、だから僕の YouTube 見てれば必ず天才になります。なぜか、いろんな YouTube を見てください。